あのそのことに関しては今あの昨日僕もびっくりしたんですけれども今日の新聞史上でもあのかなりあのいろんなことが書かれてるそれはすごくありがたいことなんですけれども今は全く白紙です。あのー、何々に出るとかもらってるとかっていうのは全くなくてですねこれから本当に、あのー、自分の要は活動を見て何かあの感じていただければそういうことも後あると思いますが今は全く白紙でございます。 男の勲章を取り外して議員バッジをつけるという意思はあるということですかあもちろんあの将来的にはその絶対にその法律を作るというあの志があるのでいずれはもう本当にそういう時期が来ればそういう立候補というんですかしたいなと思いますけれども今年のうんぬんというのは全く今は白紙ですそうですすそうね、あのー、宮原先生に関しては本当に、あのー、芸能界でも同じ。 あのレコード会社であの先輩後輩としてお世話になりあのデュエットもさせていただいたんですけれども、あのー、その三原先生が当選された時にまさか自分が政治の方を志すというのはその時点ではあ,のありませんでしたであのまあ,あのいろんな雑誌等であの僕があの三原先生にお会いしていろんなお話を聞いてるというのは事実です。 それは事実です。あのいろんなあのお勉強をさせていただいているというのはありますけれども、はい。それ宮田先生がこの当選したときに政治を志すという部分ではまだその時はあのそんなに強くは思っていなかったということです。今日明日以降に、はい、仕事はもう全く入ってないということでしょうか。入れてません。前々から決まってた仕事もないということなですか。なないです。はい。あのまあ三年間芸能人としてやってきましたけれども。はい 何かこれだけはやっときたかったなとか何か心残りみたいなことっていうのはありますか芸能人として。おかげさまで本当に今の事務所に所属させていただいて本当にあの仕事をやらせていただいた中で本当にあのあ、まあ、こんなこと自分で言うのもあれですけれどもドラマでもあのあのいいドラマに出させていただいてあの音楽の方でも全国チャート1位にさせていただいて初コンサートとか武道館であったりとか。 あの映画祭で賞を取らせていただいたりとかまあ本当にあのいろんな番組に出させていただいて本当にあの自分の中で本当に格闘があってですねまあ32年間傷自分の中で築かけてきたプロセスを一回そこでことあの切るという部分で大丈夫かとか昨日も一瞬もできなかったんですけどなんかこう決断したのにそれもおかしいのかななんて思ってたんですけどもまた違う気持ちが新たな明日からの第一歩の自分に期待する気持ちの方が。 強かったりしてですね今は全く悔いはございませんなんか泣いちゃうのかななんて思ってたんですけどもなんかすごく今清々すがすがしい気分でいっぱいですだから本当に明日から電車に乗ろうかなとかあのいろんなことを考えてますつまりあのあれですね例えばこれから政治家になって立候補する落選しても芸能界には戻らないという戻りませんはい。はいということでよろしいですかはい、はい <laughs> あのいろんな方のご協力のもとあの一生懸命お金を貯めましてですねあのなるべくあの皆さんにご迷惑がかからないように、まあ、別に明日から一般人になるわけですからいろんなお仕事をしてもいいわけですし、はい、そうやっています、はい、今、か決まっているお仕事みたいなのはあるんでしょうか。 あのー、とりあえず社団法人で今、一生懸命、理事長であのやらせていただいて、あのこれからいろんなところにあのスポーツ振興、音楽、イベント、何何なりあのやっていこうかなと思っておる最中でございます今後、芸能人じゃなくその、まあ、いじめの問題とかで、テレビとかからのオファーがあった場合は、出演というのはいかがなんでしょうか。 それは一般人として出演していいんであればあの僕のお話でよければそれはあのいいとは思いますけれども多分お誘いがそんな,ないんじゃないかなとは思いますので、はい、いやこれはあるかもしれませんよね確かにね、えー、あの文化人のギャラになってしまいますけど <laughs> <laughs> あれ一般人でも文化人なんですかね <laughs> まあもし、まあ、コメンテーターというかそのいじめ問題に詳しい方の意見ということで。はい <laughs> いやあの一円でもお金がいただけるんであればそれはそういう失礼したいと思いますはいはい,あり,いありがとうございましたありがとうございました一つだけはいあの芸能生活三十二年間でこれが男の勲章だったっていうのを一つ挙げるとしたらあの大変申し訳ないですが今日だと思いますはいあの本当にあの いろんなお仕事をさせていただいて、いろんな方々と本当に合わせていただき、接して、あの、いった中で。あの、今日が本当に僕の、その芸能界での集大成が今日なんだということで、今日があの男の勲章ということで、よろしいでしょうか。あの、本当に皆さん、あの、今日、はお忙しい中、ありがとうございました。あの、これで本当に、あの、今日で、あの、なんか、こう、芸能人、島大輔というのは終わってしまう。 わけではございますが、またあの違う形で、あのフェイスブック等で本当に今今日言ったようなあの活動をしてまいりますので、また違った形であの応援していただければあのすごくありがたいなと思っております。本当に今日はお忙し,しい中、あの忙しい中ありがとうございました。えー、本当に皆様ありがとうございました。まあ島大輔の島っていうじゃあ長島信弘さんの島でございます。えー、つまり。<laughs> 山鳥でございます山鳥っていうのは大きく健やかに羽ばたくという意味を持っているということを長島さんから伺ったことございます、えー、どうぞあのこれからのまた島大輔にですね、えー、皆様お力をお貸しいただければ後陣でございます本当に今日はありがとうございましたどうもありがとうございました